鏡。鏡は、通常、主な可視光線を反射する部分を持つ物体である。また、その性質を利用して、光を反射させる器具を指す。鏡に映る像は、胸像といい、これは、左右が逆転しているように見えるものの、幾何学的に正確に言えば、逆転しているのは左右ではなく前後、奥行きである。なお、これらの胸像の発生原因を、 自分が鏡に向き合ったとき、自分の顔の左側から出た光線及び顔の右側から出た光線が、それぞれ鏡に反射した後、それら両方の反射光線が、いずれも右目に入射するときの、両光線の相互の位置にて説明できるとする見解がある。古くは、金属板を磨いた、金属鏡が作られたが、の一般的な鏡は、 ガラスの片面にアルミニウムや銀などの金属を蒸着したものである。他にプラスチックやポリエステルフィルムの表面に金属を蒸着しものや高級品では銀鏡反応を利用して薄い銀の膜を鏡に貼り付けたものなどもある。兄弟、姿見、壁掛け鏡、卓上立て鏡のような形態がある。化粧のために手鏡を立て掛ける台、もしくは 鏡を取り付けられた台を兄弟、鏡台、兄弟と呼び、どちらも多くは化粧品などを収める引き出しがついている。鏡を取り付けられた兄弟の場合、その鏡は、手鏡よりは大きな鏡だが、姿見ほど大きくはない。兄弟は、東洋、西洋どちらにもあり、日本では、明治以降、徳島県が大産地となって、阿波兄弟と呼ばれた。 大きな鏡を取り付けた洗面化粧台が増え、独立した兄弟の需要は減少している。人が、自らの全身を映す大型の鏡を姿見と、称する。主に身なりを整えたり、着こなしを確認したりするために使う。多くは縦に長い長方形となっている。個人宅だけでなく、購入を考えている衣服を体に当ててみるため、医療品販売店に多く置かれている。 カーテンで仕切られた小部屋内に姿見がついたフィッティングルーム、試着室もある。手に持って使う鏡を手鏡と呼ぶ。一般的な鏡は平面の形をしており、これを平面鏡という。これに対して表面がくぼんでいるものを、凹面鏡、逆に突出したものを突面鏡という。凹面鏡や突面鏡は光を曲げることができるので、レンズの代用とすることができる。 反射望遠鏡は、凹面鏡を利用している。また平面鏡は一方向からの像のみを映すので、立体の正面は見えても側面は映さない。このため、複数の鏡を組み合わせることも行われる。いわゆる鏡台は、普通三面鏡になっている。最初の鏡は、水たまりの水面に、自らの姿形などを映す水鏡であったと、考えられる。その後、 石や金属を磨いて鏡として使用していたことが遺跡発掘などからわかっている。古くはチャタルヒューク遺跡から黒曜石を磨いた石板の鏡が出土している。続いて金属板を磨いた金属鏡が作られ多くは聖堂などを用いた銅鏡であったが後にスズメッキを施されるようになった表面鏡。現存する最古の金属鏡はエジプトの 第6王朝、紀元前2800年のもの。以来、銅、鈴及びそれらの合金を磨いたもの、及び水銀が鏡として用いられる。東アジアでは、中国の道教史で、約4000年前の、聖火文化期、新石器時代が古く、陰、周大を経て、春秋戦国時代になると、河南地方を中心に大量に生産、流通することとなる。 中国鏡の日本への渡来は、弥生時代中期から確認される。日本での金属鏡の始まりは、全2世紀前後。日本では、紀元前2世紀から、あと16世紀、弥生期から桃山期までの、約1800年間を、国境の時代区分、分類している。現代の一般的な鏡は、ガラスの片面に、アルミニウムや銀などの金属のメッキを施し、 さらに酸化防止のため動ッ器や有機塗料などを重ねたものである利面鏡。1317年にベネツィアのガラス工が鈴アマルガムをガラスのメ面に付着させて鏡を作る方法を発明してからガラスを用いた反射の優れた鏡が生産されるようになった。これはガラスの上にシワのない鈴箔を置き、その上より水銀を注ぎ、 放置して徐々にアマルガムとして密着させ、約1ヶ月後に余分の水銀を流し落として、鏡として仕上げるという手間のかかるものであった。1835年にドイツのフォン・リーヴィッヒが現在の生協技術の元となる、硝酸銀溶液を用いて、ガラス面に銀を沈着させる方法、銀鏡反応を開発し、以来、生協技術は品質、 生産方法ともに改良され続けてきた。では、鏡は、高度に機械化された方法で大量生産され、光沢面保護のための金属メッキや塗料の工夫により飛躍的に耐久性が向上したが、ガラスの裏面を銀メッキした鏡である点は19世紀以来変はない。これは、銀という金属は、可視光線の反射率、電気伝導率及び熱伝導率に由来するが、 金属中で最大のためである。では、ガラスを使う鏡の他に、ポリエステルなどのフィルムの表面に金属を装着し、過半性や安全性を高めたものもある。鏡の起源は人類と同じほど古い。最古のそれは水鏡、水面に遡るからである。鏡に映る姿が事故であることを知るのは、自己認識の第一歩であるとされる。鏡によって、初めて人は、 自分自身を客観的に見る手段を得た。鏡に映った自分を自分と認識できる能力を自己共映像認知能力と呼ぶ。自己共映像認知能力の有無は動物の知能を測るための目安となる。チンパンジーなどにおいては鏡に映る姿を自分自身として認識し、毛づくろいの時に役立てるという。チンパンジーのように鏡を利用するまで至らないが、 自己鏡映像認知能力がある動物として、類人猿のほか、イルカ、ゾウ、カササギ、ヨウム、ブタ等が挙げられる。もう参照。鏡に映像が映るという現象は、古来極めて神秘的なものとして捉えられた。そのため、単なる化粧用具としてよりも先に、祭祀の道具としての性格を帯びていた。鏡の面が、単に光線を反射する平面ではなく、 世界のこちら側とあちら側を分けるレンズのようなものと捉えられ、鏡の向こうにもう一つの世界があるという観念は通文化的に存在し、世界各地で見られる。水鏡と黒曜石の石板鏡と金属鏡しかなかった時代、古代の哲学などにおいては、鏡像はおぼろげなイメージに過ぎないとされた。一方、近代になりガラス鏡が発達すると、 シュピーゲル、ドイツ語やミラー、英語という名を関する新聞が登場するようになる。これは鏡のようにはっきりと世相を映し出すべく付けられた名称である。鏡は、カンとも書き、この時は人間としての模範、規範を意味する。手本とじっくり照らし合わせることをに鑑みる、に鑑みるというのも、ここから来ている。また、日本語でも、鏡と望遠鏡。 拡大鏡などが同じ鏡という字を用いているし、英語のグラスもまた、ガラス、レンズだけでなく、鏡の意味も持つ。物原に、皇帝の慈悲、母母によって、石板鏡が発明されたとされている。別称、牛女。牛聖は、中国で、女家の氏族として知られている。次に、牛女のエピソードを紹介する。ある女性がくわで、 脳作業中に蛇に噛まれて倒れると、毒が体に回らぬように手際よく処置している要望の優れない女性の姿があった。ちょうどその様子を見ていた皇帝は、その要望の優れない女性を目取った。ある時は、石板放りの手伝いに山へ連れて行かれると、どの女性よりも勝手に二十枚もの石板を掘り当て、出り輝く荒削りの石板に乱れた自分の像が醜く映るのを見た。 そこで、は、その石板を研磨するようと技師に命じて、鏡を発明した。しかし、それでも、容姿の優れない鏡を見て、石板の鏡のことはしばらく忘れていたのだが、他の石板の上で肉を焼いていると、突然石板が割れてその破片が顔に刺さってしまった。彼女は、慌てて、再び石板鏡を取り出し、薬を塗っていると、その光景を見た皇帝は、 彼女の鏡の発明を褒めたたえ、彼女の英知を徴用した。について、文選書集の王法、四四高徳論では、和の偉大な人として記されているが、その誉まれは、その醜さをカバーすることができなかったとも記している。日本の先住民族であるアイヌの女性は、使徒記と呼ばれる、丸い鏡を首から下げていたことが知られている。なお、鏡を意味するしときの章は、 和漢三歳図絵巻十九にも見える。日本人の歴史としては、比較的新しい時代に位置する、天武天皇四年に、しときという丸い文字を捧げることが定められたと知るさて、おり、そこには、しときを称して、お鏡これやとある。天孫降臨では、天照大御香は、この宝鏡、やた神を見まさむこと、まさに我を見るがごとくすべし。 値に床をどうくしどのを共にして、再鏡をすべし、この鏡を私だと思って、大切にしなさいとの神地を下していることから、古代から日本人は鏡を神聖なものと扱っていたと思われる。古墳時代、山大国の女王卑弥呼が、義の王より同郷。この時代を研究する、考古学者にとっては、鏡という語はすなわち、内光家門教。 三角円真珠教などの道教を意味するを送られた古字がこれは彼女がシャーマン的な支配者であったことと結びつける研究も多い。鏡は神道や皇室では三種の神器の一つが八田鏡であり、神社では身体として鏡を建て祭っているものが多数存在する。また、キリスト教を禁止した江戸時代に隠れキリシタン鏡という魔教が作られた。 また、霊力を特別に持った鏡は、事物の真の姿を映し出すともされた。地獄の支配者、閻魔大王の隣に、もしくは伝承によっては、彼の手には、清張鏡という鏡があり、彼の前に引き出された人間の罪庫を暴き出すという。鏡が割れると不吉としたり、兄弟にカバーをかけた習慣は、 鏡の霊力に対する観念が広く生活習慣の中にも根を下ろしていたことを示す。しかし近代化の中でそういった観念は次第に薄らいでいるのが現状である。日本においては鏡の持つ神秘性を餅や酒などの供物にも込めてきた権威があり、現代でも鏡餅や鏡開きなどの習慣にその姿を見ることができる。なお、 鏡の語源は、陰み、陰み、あるいはかかめ、カカとは、蛇の子も、つまり蛇の目であると言われている。食事は一人より誰かと一緒の方が美味しく感じるものだが、鏡に映った自分を眺めながらでも美味しく感じ、食べる量も増えるという研究結果を、名古屋大大学院情報学研究科の中田、龍三郎研究員認知科学らの研究チームが、まとめた。 研究チームは20歳から23歳の大学生男女と65歳から74歳の高齢者男女16人ずつを対象に実験。小部屋の中で上半身が映る鏡を前にした時と壁の画像が映ったモニターを前にした時でポップコーンの味をどう感じるか比べた。塩とキャラメルの2種類の味で美味しく感じた度合いを5点満点で答えてもらったところ、大学生。 高齢者共に、どちらの味でも鏡を前にした時が、平均値で0.37から0.69点、高かった。食べた量も鏡の方が、壁の画像より1割から4割、多かった。研究チームの河合信幸准教授は、狩猟採集時代が長かった人類にとって、食事は仲間と分け合うもので、個食は最近までなかったと指摘し、人間は、 本能的に誰かと一緒の食事を好むと推測。実際に他人と一緒でなくても、鏡に映った自分を見て、人の存在の気配を感じるだけで美味しく感じるのではないかと話した。研究成果は、米科学史電子版に掲載された。水面を鏡に見立てた、ナルキッソスの逸話に始まり、古くから文学や絵画などの文化生産物にとって、 鏡のモチーフは重要であった。特に、ロマン主義と鏡の関わりは深い。現実に近い、左右などが逆なだけのパラレルワールドとして描写される。ほか、全くの別世界として登場する場合もある。鏡像が実像を乗っ取るといった物語が書かれることも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。